皆さんこんにちは、トーマです。今回はこちらセールスマン実況していきましょうということでやっていきましょうか。前回あんま終わなかったね。では行きましょう。さあ橋を開通させようとするか。てかこの工事で行かれへんけどな、あっちまで。はい、開きました。イエーイ。ニューヨーク年収4億。ニューヨークってそうなの？はいはい、日本刀が売れるの。へえ、ここがニューヨークか。早く行ってお好み焼き食べんね。じゃあこの岡田さん、え、気のせいかな。おら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 。あー、誰ですか？僕のファンですか？こんにちは、私、なんとか、です。え、岡田さん？あれかな？え、ちょ待って。岡田さんってあれかな？あの、ゲーム出てたやつかな？え、じゃあちょっと岡田さんの家行きましょうか。マジか。はい、ピンポン。はい。あ、やっぱ有名司会者。やべえな。ちょっとネタバレになっちゃったな。うわ、マジか。岡田さん知っちゃったよ、俺。はい。マジかよ。やべえな。思いっきり作品のネタバレを加わってしまって最悪だ。もうちょっと普通にやるわ、もう。ありがとうございます。私、まるまる少女の、はいはい。中田ですね。はい。ちょうどいいタイミングで最近、これも出世しちゃったんだね。なあ、持ち方嫌だな、岡田の。はい。では行きましょう。草刈り機なんでね、やっぱあの財界が目にかけて約300個の地下ダイヤが埋められたそちらの芝刈り機でどうでしょうかね。どうでしょう。あー、グッドか。はい、元日銀が主営して、うん、わかんない。ワンランク、ツーランク、そんなに、へえ、ワンランク、まあ旧大店といった少しでしょう。ご商品どうしますと。はいはいはい。どのように使えばいいんですかね。やっぱね、芝刈り機なんでね、使うですかね、シンプルに。芝刈りはコンタクト小刈り機です。ローラー、磁石のよう、雑草、ミサイクルス、ミスターサークル。ミスターサークル作んな。さらに有名だって。どうやらこの世界の方は、どうやらめっちゃ出世したらしいですね。で、1万5000まではいかんだテンション。すごいな。アンケートお願いしたところ。そうだね。まあ、庭の手入れが楽でいいか。はい、庭の手入れが楽。え、これ、またでしょ。え、ダメなの？え、なんでこれが一番いいやろ？なんで 99% の方が庭の手入れやろ？普通そうやろ。他何がね、8万7000、高えけど、相場が上がんねん。はい。よし。全然買ってくれねえじゃねえかよ。出世したんじゃねえのかよ、方よ。おい。ほう、私もビビったって書いてた。おー、すげえ。ああ、ジャンル良かったんだ。へえ。27個。はぁ、バカだろ。誰が芝刈り機27個もいんねん。あ、20個あげる。で、はい。234万、えぐ。まあまあ、ノルマまではまだまだっすね。はい。15点。うん、まああんま良くないね。難しいっすね、セールスは。はい。80点。はい、じゃあまあ、目標は岡田でいいかな。はい。僕の名前はケシちゃんでーす。ということで、今回は商品を売っていきまーす。はい。さあ、これを売って、兄貴とこの焼き食べるね。さあ、ということで、芝刈り機。こんなとこ兄貴の出る幕じゃありません。私にやらせてください。超高圧電流ですっきり。さらに、匠の技が光る芝刈り機。これでどうですか？どうですか？おー、エクセレントでーす。やった。こちら芝刈り機、超高圧水流、飛びれる。そんなわけない。そんな芝刈り機、怖い。怖いわ。なんでやねん。はい、商品のイメージはそうやな。くるくる回していくか。回そう。あ、使うにしちゃった。やべ、無意識だ。やっちまった。はい、ミステリーサークル作るんでしょ。そんなんすごいわ。はい、ミステリーサークル作ってどうするんですか。おい、こちらの商品購入者アンケートお願いしたところ、はい、そうですね、まるでプロ並みがいいかな。どうだ、まるでプロ並み、どうだ。よっしゃー、はい、村上、めっちゃ買うやん。はじめます、今だね、ふん、こんで消えてる司会者。ムカつくな、こいつ、切り殺したら、忍者刀で切ったろうかな。さあ、めっちゃ買うやん、この人。こんないらんやろ。あんま、こんないらんやろ。はいはい、ビビッと当てて、一回行きましたからね。今回36個も買うんすか。いらねえよ、そんなに。なんで芝刈り機そんないんねん。はい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 。結構買いましたね。バカなんでしょうね。ビップ来ましたね。いいですね。動画見ましょう。
じゃあ回していきまーす。ちょっと琵琶湖くんみたいになっちゃったな。キッシャンのモノマネしたら。いや、キッシャン死んでほしくなかったな。でも、イートゥーの家族があったと思って、なんで無欲で言ったら8個取れんの。はい、8個取れました。イエイ。はい、44個めっちゃ上、382万。1回で。イエイ、セースクリア、イエイ。11レベルになった。はい。25ポイント、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 スルーッと、100点満点、やるじゃない。ウェイ、今日もお疲れじゃん。お土産あげるじゃん。お疲れ様です。って、これはメガネボーイのお客様からプレゼントじゃん。お、一体誰から組長さんって、前から言ったコンバットの人じゃん。え、その人って任侠長の？マジ、いつもそんなところ危ないとこ言ってるじゃん。商品をたくさん買ってくれると思って。やるじゃん、営業の鏡じゃん。まあ、仲良しの主じゃん、よかったじゃん。何が入ってんだろう、危ないもんじゃないといいけど。え、その考えはなかったじゃん。こくり、こくり。とりあえず開けてください。え、ユウが開けちゃいなよ、をもらった本人なんだし。ええー。乗車命令は絶対じゃん。くっ。動物ビスケット。今度、ピヨコまんじゅうでもお返ししますか。ピヨコまんじゅう買いに行くついでに、はい、どん。またこんなに。ま、在庫処分しないが頑張ってくるじゃん。まあ、どこから持ってきてるんだろうな。はい。はい、ということで、めちゃくちゃいました。よし。なになに？おっと、浜崎拓馬。俺様のトークで一殺しちゃう。トークはないんだけどな。とりあえず採用だ。採用だ。じゃあ、とりあえずセーブして、そうですね。新しいね、時計、スーツ買いたかったんですよ。はい。じゃあ、早速、行きましょうか、新しいので。じゃあ、このプラチマ美容液を、美容液？美容液ではなかったね、完全に。はい、では行きましょう。これいくらだよ、8000万はえぐいな。あ、バグった。と思ったら治った。こう。じゃあ、こちら、スティーブさんの家行きましょうか。畜生、畜生、寂しい。どうしたんだい？じゃあ私、前橋アルバイト中田さんでしょ。これじゃあ、いつものですね。はい。残念だけど、アップがないと会えないんだよね。あ、すごい人なんだ。君、もうちょっとビジネスまだ、あ、それそうやろ。じゃあ、出直しますか。くそ、くそ、寂しい。いや、どうしたんだい？はいはい。意外と普通っぽい人ですけど、どうなんでしょう。かしこまなくていい。さっきなんか適当にやったらダメなので、アポいるんじゃねえのかよ。まあいいわ。こんにちは、ありがとうございます。私、丸川商事の、名前がないです。名前がないです。じゃあ、紹介してあげたいと思います。売れないと寂しい。はい、わかりました。ちゃんと届きます。ということで、行きましょう。プラチナビガン液だから、空も飛べる。絶対に当たる。何が当たるか分かんないけど。空も飛べるし、絶対当たる。プラチナ美容液。どうですか？どうですか？クソ！グッドかよ！本当にこちらも、絶対空が飛べる。実は、せいはよく分かんないのかよ。飛ばないより飛んだ方がいい。そりゃそうだ。飛ばないより飛びたいよ、人は。人間はそうなんだよ。君、面白いね。こっちの商用方法ですね。掘る。木の何木の板を掘りましたよ。こちらも、水が、お、すごい。この人は、この人は聞きそうだな。たまには物作りもいいね。グッドだった。この人絵描く人だった。ほんまや、よく見たそうや。アンケートお願いしたら、何だったんだ？どれがいいんだろう。10歳若返ったがいいかな。よっしゃ、10歳若返った。よし、10歳、エクセレント。99.9% の人が10歳若返ったってえぐい。それはもう、ちょっと、隣の人の年齢を信じられなくなりそう。では行こう。めっちゃミスった。最悪や。7個しか買ってくれへん。やばい。いやー、ダメだ。この人はダメだ。もう二度と来ねえよ。こんな場所全然売れなかった。木戸派の車射程、爆死使用例。まずそんな空も飛べるが良くなかったですね。はい、ということでハーモンだ。キャー、くるん。じゃあそのね、ジャネットさん行きましょうか。こんにちは、ハルバルゴクロフさん。おたくら随分と暇なんですね。まあとりあえずこの人には、聞きそうですね。
おお、なセレブっぽいっすね。でます、私まるまる少女で働きます、認識のと言います。おお、たくら随分と暇なんすね。そんなん知らんな。いやー、この線の中知らんわ。さあ、プラチナ専用機やから、女子高生を中心に大ヒットで、まあその防水加工、なんか水濡れてやっちゃダメだからね。はいはい、今こちら無事。いやー、なるほどな。マジ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 、はい。関東に支部作ったはいいけどすぐ死にました。錦野ですからね。そうっすね。どれがいいんだろう。使うがやっぱ一番いいのかな。わかんない。はい、こちらプラスチック温室効果肌を止めながら、どうせテカテカになるんでしょ。あー、ダメでした。よくない。エッセイとか。すごい、絶対金持ちやん。えぐっ。ポイントすごいっすね。バリューあるね。はい。違う人になっちゃった。これだ。はい。10歳若返。10歳若返りますよ。あなたもね。お宅ら随分と暇なんですね。そんなん知らんな。お前は悪いや。おばさん、お前だけは道連れや。おらー。14個。どうだろう。はい。あー、くそ、この人買ってくれと思ったのに、あー、全然ダメじゃん。はい。全然売れないな。よいしょー、てれれん。まあでもやっぱお方でしょう。ね、思い出もありますしね。最後は僕本人でいきたいと思います。では行きましょう。レッツゴーヘッドゴッデイ。さあ、プラチナ病院、お前には大量に買わしてやるからな、お方、覚悟しとけよ。そうですね。グージの大ブーム。DHA が配合。顔に塗れば塗るほど美容が良くなりますよ。そんなん知らんがな。はい。エクセントだぜ。あ、でもよく考えたら、こいつなんかあんま買わねえな。これ最大で15個ぐらいしか買わないのか。どうなんだろう。食べるもんな。DHA がわかんないバカです。どうも、どうもです。よし。まあ、僕はね、変にここでボケたりしないんで。本当にボケなかった。こういうのは大体ボケんだけどな。はい、給食で顔を吸っちゃうな。なんか疲れてますね。はい。モブ顔。なんかね、衣装だけみっともなくない。みっともなくない、ね。立派になったね、岡田くん。では行きましょうか。10歳若返りましょう。僕と一緒に10歳若返らないかい。これか。あ、小じわ減っちゃった。どうなの、小じわ減ったわ。グッドか。はい。行くぜ。最後、これが肝心だからな。さあ、どうだ。全然買わねえな。殴るぞ。よし。もちろん、ボーナス入りませんよね。ケチが。さあ。9個。9個売れた。135万。えぐいな、売り上げが。はーい。きついね、結構。あー、全然ダメじゃん。面白い。気持ちいいぐらいダメじゃん。まあ、ということで、まあ、今日の動画はここまでにしようかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。